はいどうもピョキンです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アートロールコラボバージョン14ということで、サムネがアフィッシュって書いてるから魚がたくさん出てくるトロールコースだと思うんですよ。上等じゃねえか、返り討ちにしてやるぜ。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.18% だったね。さあ開幕魚あるんでしょうか。思ってたんと違う。カニばっかり。いや今開幕魚のチャンスだってさ、なんでやられてんだよ。下はこれ、下の鍵は、あ取れないね。上の鍵取っていけってことかな。あら上の鍵も無理だね。じゃあ一旦ハテナ叩いてみる。これで鍵が。いや何よ、もうどうすりゃいいのよ。開幕ブロック。いやもう開幕魚言うつもり満々だったからね、こんなところでさ隠しブロックが引っかかるとか思わないじゃん。じゃあこれ一旦下に行ったら鍵が、あいや違うのか。じゃあここでオンオフを変えて土管に入れっていう感じだね。そしてここはビッコインコースか。あでも3枚しかないね。あどっちから行こう、もう左から行こうか、左から順々に行こう。たださ、左の土管と右のドアしかなかったんだけど、わっ。何今さら出てきてんの。申し訳なさ程度に出てきてさ、今さら出てきても許さないんだからね。開幕魚もう逃しちゃったもんね。じゃあ一旦ここはちょびちゃんして赤コインを取ってすぐ上に行けっていう感じだと思うんですよ。さあ行きますか。ここは右だね、こっち。ダブル魚。いや絶対左の50コインの方で合ってると思ったんだけどな。やるね、裏の裏を書かれた感じだね。じゃあここはバネの左に行って一旦右に行けと。なかなかやるね、この左の方に隠しブロックも隠してるなんて、これは分かんないよ。じゃあここはパンブロックを持ってすぐドアに入る。これで合ってる。いや合ってんじゃない、これ上なんもないよね。隠しブロックがあるだけか。ということはこのパンを置いてドアに入る、これで正解だったんだよきっと。さあうわ右の方にパンよ、うっそ意外まで出てきやがった。じゃあもうこのドアに入るしかないのか。絶対違う部屋だよね。いやー死にたい気だ。なかなか面白そうだし耐久じゃねえか。じゃあこのバネを持って、あ上のオンオフをすればいいっていうわけね。そして右のブラパを落として、多分針に当たれっていう感じだと思うんですよ。いや面白そうだね、これでも難しい。うわびっくりした。なるほどこれ救済措置だね。救済措置になんか頼りません。うわ今絶対オンオフいったんじゃないの。そんなとこあったらバネ拾えないじゃん。ちょっとこっち来てよ。やべえこれ当たってしまうんじゃないのこの針に。いや大丈夫、この針に当たらないでちゃんとオンオフしていこう。いやタイミング難しいよこれ。いやめっちゃ難しいね、このバネ4つをね、あのくぐり抜けさせるのがマジでむずいんだよね。いやバネこっち切ってよ、何やってんのバネ。もう無理じゃんかそんなの。いや僕は死に耐久名人、しっかりとこの死に耐久を攻略したいと思います。救済措置なんか頼ってらんないね。ちゃんとこのバネを当てるよ。なるほどね、これ上の2つのバネがほぼ同じところにいる時があるんだよね。そん時に上に投げれば多分オンオフしやすいんじゃないかな。ちょっと見ててね、このタイミング、よっしゃ。なかなかいい見極め方だね。でここは、ここは下2つのバネがほぼ同じ位置いるから結構簡単なんじゃないかな。このタイミング、うわ惜しい。変なとこ行かないで、頼む右に来て。そうしたらまたこの炎にやられちゃうから、変なところに連れて行かれてるな。ここは上2つが遅いから結構簡単だと思うんだね。ここやった。じゃあここから何もしないでフラワーが取れたっていう感じだよね。そしてこの氷を溶かして、うわどうすんだろうね、一旦このファイヤー取ってチビになっていけっていうことか。うわ何あの魚、絶対倒した方がいいでしょ。なそうだろ、もう言われたよ、花魚。ちょっと待ってください、この風の影響は受けないっていうことかな。右に進んでってみていい、受けないんだね。ほらギリギリ風が届いてないようになってるんだ。絶対上に上がると思ったんだけどな。じゃあここはこの四角信用する。頼むって。何よ、あ合ってたんじゃないこれ、あっちあっちあっち。でこのまま右に行って、
いや絶対今罠にやられたと思ったけど、多分これで合ってるんだね。さあ行きましょう。ここのオンオフは変わらないっていうわけか。こっちでピンクコインゲットっていう感じかな。いや絶対違う。ゲットフロムドア、キノコを取ってドアに入れってことかな。いやそのドアがさ、どこにあるかだよね。ここさっき下に降りたけど、降りないでこのまま上に行ってみる。そしたらなんか正解ルートがあるんじゃないの。次は下に行けるみたいな。やっぱりね、こっちが正解っていうわけか。さあ行きますか。なんでさっきのヒントはさ、このドアのことだよね。最初の先にこっちから行けっていうことかな。一旦こっちから行ってみるね。あ、なるほど、ここでキノコを取ってさ、さっきの場所に行けんやん左行かしてっても。じゃあ一旦このまま進んでってみるね。いや行かしてよ、だからやられるって。何なんだもう踏んだり蹴ったりならここでやられるっていうわけね。じゃあここはバーの向こう側に行かんようにしてキノコを取って戻ってみようか。あとでどうせこっちの場所もね来なきゃいけないと思うんですけどね。さあ進んでいきましょう。ここで一旦ピンクコインを取って上に行けっていう感じだよね。で今さ、杭が落ちてきたけど、この杭の向こう側いけないよね。じゃあ一旦さ、ここで魚に当たってチビになったら先に進めるっていう感じなんかな。これでさ、この杭はかわせるよね。こっから先と違うパターン来るんじゃないか。ここまでは一緒なのか。それじゃあ進んでいきますか。このドアに入っていきましょう。次は、いや何もしないよ、頼む。よし、おかしいんだっけ。くそなんであれが出てくるんだよ。またこの知り耐久じゃねえか。いやまあまあ、でもさっきここ攻略したからね、一旦飛ばすよ。いやいいタイミングで羽落としてくるこれマジであれは引っかかってしまうよ。じゃあここで一旦地面になってさ、右に進めばよかったと思うんだけど、絶対いけるよね。さあこれで右がく、よし、こっからなんだよな。あ、こっから下のキノコを取ってさっきのルートに進めっていう感じなんじゃないので、敵落ちてきて、落ちてくるでしょ。さっきと違うやんか僕はもうあのキノコに騙されません。一旦このまま上を信用していきたいと思います。でさ、キノコ、あ、こんなところに隠してやがったのか。キノコお上手だね、かくれんぼが。それじゃあ進んでいきますか。これでね、下の土管に入れるっていう感じだと思うんですよ。さあ行きましょう。これでビンコインゲットっていう、あ、中間ポイント、一旦ここでやられろっていう感じね。でこの中間ポイントを取って、またこのドッカーに入ってさっきの場所に戻れるっていう感じだと思うんですよ。さあそういうことで、で次は右のこのドア攻略していきたいと思います。でここはキノコ取ったらダメだったよね。さっき僕覚えてるよ、キノコ取ったらピー変わったもんね。よし来た来た、このまま上進んでいこうか。魚いや待って、この魚どうやって回避すればいいの。何も進んだってことかな。あ、このネットが倒してくれるんだ。それじゃあ上で進んでいきましょう。うわ怪しいなこれ、こっちでいいの。いや絶対違うと思った。右は入れませんね。そんじゃあここは一旦右行った瞬間すぐ左に逃げる。ナイス、これでドアに入れるっていう感じだね。そして次はいや絶対ジャンプしたらなんかあるんじゃないの。なあ大丈夫か。てやでー、やー、下押せって書いてたよね。こっから一旦下ボタン、あ、なるほどやるやん。それじゃあここはリフト落とした瞬間すぐ左、これでいけるっていう感じでしょ。さあここでバネに乗ってみようね。オーブン完璧すぎ、いやいやなんか怪しいと思ったんだよね。あそこ1個だけブロック壊れるしさ。それじゃあこのトゲネットどうするんだろう。投げるのが正解か、投げるのが正解。頼む、待って、リフト1 やべえ頼む、あ、熱々熱々、合ってたんじゃないこれ。そしてこのまま下に降りればいいっていうなるほどね、あのトゲベッドを上に投げてオンオフしろっていう感じで、結局2分の0じゃねえかこのトゲソー上に投げてオンオフ変えろっていう感じでしょ。そして上に行けるっていう感じだと思うんですよね。さあ行きますか。これで先進めるようになってんでしょ。そしてこのムーブ一匹一匹倒してみる、こうやって倒してってみるざまあねえな
頼むって、何ここ新耐久じゃないの、絶対こっち新耐久でしょ。うわ、なんかやべえさ、こんなの無理じゃいっか。もういや、これは多分ね、いけないと思う。いや、こんなの、いや、マジ無理だよ。これは身体救命人でも、さすがにきついんじゃないですか。どけよ、このバネ野郎が。そんじゃ、この右の部分倒したらいけなかったんだね。一旦チビになって、中にキノコがもう一回あったから、このキノコを取って当たって右に進む。完璧すぎだね。さあ、行きますか。じゃあここ鉄球出してすぐ右に行けっていう感じだよね。そして魚に引っかからない。ナイス。これで、うわ、どっちしよう。いや、50個なんで。隠しブロックがずるいって。ちなみにね、さっきの新耐久なんだけど、チビになっても上に行くことすらできなかったんだよね。あの新耐久相当難しいよ。クリアとかできるのかな。さあ、これで最後の扉いけるんじゃないですか。やばい、これは引っかかりそうな気がする。常に右ダッシュ、そして魚を避ける。成敗されたでござる。じゃあここは一旦オンオンをして左に逃げる。これで合ってるんじゃないか。そしてもう一回オンオンをして右に行ける。よし。さあ、ラストの鍵はこれでいけると思うんですよね。それじゃあ行きますか。ラストのドア、どうなる。この鍵を手に入れてゴールがあるんでしょうか。なんか違うくて、この音楽は合計 CP1 でしょう。そしてウィズ鍵、ウィズ鍵だよね。そして下は土管、鍵を取って CP1 のとこに行けっていう感じかな。そしてソフィー、え、ソフティーって書いてんのかな。わかんねえ、何よあの足場のやつ。そしてクッパを雑に扱うな。じゃあここでさ、2つのピンコインを集めてきて、ここで鍵を手に入れるじゃん。そんでこのドッカーに入って戻れっていう感じなんかな。そしたらさ、ここが開きそうじゃない。いや、絶対そうだよ。もう一回集めてきます。さあ、戻ってきたよ。ここでピンコインを取って一旦チェックポイント1の方に戻る。これで右の方が開いてくれ。頼む、どうなる。やった、来た。こっちで合ってんじゃないの。頼む、ゴールで合って、もういいでしょ。キッ、なんなんだこれは。どうすればいい。この羽を取ればいいのか。この羽を取って、どんなんだよこれは。いや、いけるいける、これはゴールだじゃないの。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ボタノフォビアっていうコースなんですけど、これ DM でね、このコース面白いですよって教えてもらったんだけど、ゴール条件が12枚のコインを集めろっていうことらしいんですよね。いや、無理じゃん、どこにコインがあんのよってなるよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.73%。 まずその12枚のコインをどこにあるか調べないかんね。隠しブロックなんかな。まあ、隠しブロックがあったとしてもさ、このパックをどうやって抜けるかなんだけど、あ、わかったよ、このパックの茎のところにコインがあるんだ。ちょっと待って、マグマが上がってくるとか聞いてない。じゃあさ、このマグマが上がってくる前に全部のコインを集めてゴールしろっていう感じでしょう。うわ、やっぱ隠しブロックがない感じか。あれ、なんか今貫通したね。パックンがさ、マグマに上がって沈む時があるじゃん。そん時って当たり判定がないみたいな感じなのかな。うわ、ないね。こんなのあったんだ。ということはもう分かりました。パックンがマグマに上がる瞬間を狙ってここを右に行く。そして左にジャンプして戻ってゴールしろっていう感じだと思うんですよ。ただね、めっちゃギリギリを狙わなくちゃいけないと思うんですよね。ちょっと集中するね。この辺、クキーどの辺だ。マグマが上がる瞬間だぞ。しっかり集中していこうか。この辺じゃないから、なかなかいい感じだね。そしてこっから左、地獄の豪華。テテ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 テ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。